ウクライナ攻勢に対抗、プーチン氏がチェチェン特殊部隊を投入。ロシアのプーチン大統領は、ウクライナの攻勢に対抗するため、クルスク州から兵力を撤収し、チェチェン軍アフマート旅団を投入しました。また、ベルゴロド州には非常事態を宣言しました。みんなの反応。ロシアの侵攻を見て、専守防衛だけでは不利な終戦交渉になると実感したよ。攻め込まれたら、逆に攻め返さないと対等な交渉ができないってことを学んだんだ。もし将来ロシアが北海道に侵攻したら、日本政府は北海道を割譲して戦争を終わらせる決断ができるのか疑問だよね。国連が現状変更を防ぐ力がないことが証明された今、専守防衛の前提は崩れている。ウクライナはロシアの侵攻に対する最も合理的な対処法を示してくれているんだ。プーチンは完全勝利を目指してウクライナへの攻撃を続けるだろう。ウクライナ軍の攻撃でロシアも焦っている。消耗戦が続く中、プーチンの側近が減れば、ロシア国民が彼を見限る可能性が高まる。アフマト部隊はクルスク方面に配置されていた軽歩兵部隊で、少数のウクライナ軍には対処できたが、本格的な攻勢には敗走しました。ロシアとチェチェンの軍人は仲が悪く、いざこざが多い。ロシア軍が劣勢になった場合、戦闘を続けるか離反するか、ウクライナ軍とどこまで戦えるかが気になる。ウクライナの攻勢を応援したいです。ロシアの領土を侵略して交渉による停戦に持ち込む可能性があります。反撃に耐え、ロシアを八方塞がりにすることを期待します。ロシアが北海道に攻めてきたら、交渉のためにはロシアにも攻め込む必要がある。ウクライナがロシア領内に攻めたのは悪くないと思う。ウクライナの状況は日本にも影響を与えるかもしれない。プーチン大統領が次にどこを攻めるかわからず、北海道が狙われる可能性もある。だからこそ、日本はウクライナを支援してロシアを敗北させるべきだ。日本も NATO と連携し、軍事力を強化し、核保有や共有の準備を進めるべきだ。侵攻があれば報復することを宣言し、日本独自で対応できる体制を整える必要がある。麻生太郎副総裁も自衛隊の強化を訴えている。日本政府は国防意識を高め、徴兵制や軍事訓練の義務化を憲法改正で実現するべきだ。緊急時には兵役を可能にする法律も必要だ。プーチンはロシア正規軍や国内の強制徴用を避け、外国軍をウクライナに投入するしかないのかな。体制崩壊が怖いから。チェチェン軍特殊部隊がプーチンに恩を売れるか疑問。兵力が減れば国内反抗勢力が活発化し、士気も低いだろう。ウクライナが勝つためには NATO の協力が必要で、どこかの国がウクライナ防衛に参加してほしい。ドローンが発達したので戦車は狙われやすく、爆弾を積んだドローンで簡単に破壊される。自衛隊の新型戦車は5000万円もするが、ドローンは1機10万円程度で人的犠牲も少ない。海軍で言えば、大砲しかない戦艦と戦闘機を積んだ空母の違いのようなもの。もしウクライナに100万機のドローンがあれば、一晩でロシア軍に勝てるかもしれない。ウクライナ軍が前線で突出してるけど、ロシアがその根本を攻撃すればウクライナ軍は孤立しちゃう。でもロシア軍は機動力のある装甲車や歩兵が足りなくて、チェチェンから援軍を呼んで急場をしのいでる。今はウクライナ前線から兵を引き抜いて戦略的に再配置してるらしい。一方、ウクライナも自領地の前線を戦車で押しつぶしたいけど、兵が足りない。両軍ともに厳しい状況だね。ロシアには徴兵の余地があるけど、国内の政治的な問題で難しいみたい。地上戦では戦車と歩兵がたくさん必要だよね。核を使ったらモスクワが総攻撃されて、プーチンや他の指導者たちもみんな死んじゃう。そんな試練を通らないと世界平和は無理かもって思うと残念だけど、最近はそれもありかなって思うようになってきた。独裁国家を地球から一掃する時期が来たんだよ。ロシアがチェチェン軍を投入するのは兵員不足の証拠。ウクライナは効率的な戦闘を続けてほしい。ロシア国内でウクライナ兵がゲリラ戦を始めたら、チェチェン軍はウクライナ兵とロシア人を見分けられるのか疑問だね。ロシア人になりすましたウクライナ兵のゲリラ戦で、チェチェン兵が混乱してロシア人を無差別に攻撃するかもしれない。ウクライナ兵はもう撤収してるかも。ウクライナのクルスク侵攻は、次期アメリカ大統領選を見据えた動きとも言える。トランプが当選すれば、米国の武器支援は年末までで終了する可能性が高い。だから、ロシアに政治的打撃を与えて停戦に持ち込みたい。ただ、ロシアはウクライナ軍の長期占領を容認せず、小型戦術核爆弾を使う可能性もある。さらに、ウクライナが核を使用したというプロパガンダをロシア国民に広め、世論を操作することも考えられる。広大な領土があるのに他国を侵略し、
自国の国民を戦場に送り大勢が亡くなっても平気なのかね。人間としての良心があれば心が痛むはずだが、この国の国民も大勢が亡くなるのに平然としていられるのかね。明日は我が身かもしれないのに戦争を続けるのに賛同するのかね。足りろを知るという言葉に少しでも共感できればいいのに。悪名高いアフマート旅団、別名 TikTok 部隊は、ウクライナ軍の攻撃が始まると速攻で逃げ出しました。戦闘せずに危険を察知するとすぐにいなくなったそうです。ロシア兵捕虜の証言によると、多くの兵士が捕虜になったとのこと。その後、指揮官のアラウディノフは言い訳ばかり投稿して、ウクライナ部隊が守備拠点を迂回したとか、防衛線が長すぎたとか言っています。ロシアは本土が脅かされたら核を使うと言ってるから、ウクライナ本土に核攻撃する可能性が高い。ウクライナ軍も帰る場所がなくなったら戦えないよね。ロシアはウクライナ東部のドネツクから撤退しておらず、他の戦闘部隊も動いていない。国内防衛のための戦力で対処しているのは普通の戦略だと思う。ウクライナの義勇兵にはアフマト部隊を憎む人もいるから、彼らに相応の末路を与えるべきかも。ロシア製の超音速ミサイルが迎撃され、戦闘機の性能も西側と大きな差がある。ウクライナ新軍に主力航空戦力を投入していないロシア軍の苦悩は深い。反プーチン兵士が増え、上官への影響も避けられない。兵士、兵器、士気のすべてに問題を抱えるロシア軍の未来は厳しいとみられる。ウクライナ軍の侵攻情報を早く知った TikTok 部隊はすぐ逃げたらしい。戦意も武力も低く、踊る動画をアップしてたみたい。ロシアがウクライナに押されてるのは、ウクライナの作戦が優秀だったり、西側の兵器が強かったり、ロシアの精鋭部隊がやられたからかもね。ウクライナの一部は占領中、トランプが現状で平和条約を提案。ならロシア領土を狙って交換条件を引き出すかも。戦争は綺麗事じゃ終わらない。攻めた方が大ダメージ受けないと止まらない。守るためには相手国まで攻める覚悟が必要。ロシアはウクライナ軍が領土内に12キロ侵入したと主張。でもロシア政府やメディアは信用できない。旧日本軍の大本営発表みたいで、国民を騙せるか見物だね。クリミア奪還のため、北部で作戦を展開し、南部を手薄にする狙いか。チェチェンはロシアから独立しようとしたけど、武力で潰されて今はロシアの手足として危険な仕事をさせられてる。ウクライナも負けたら同じ運命になるかも。特殊部隊は基本的に隠密で電撃侵攻するのがセオリー。攻め込まれてから投入では力を発揮できない。ウクライナもロシアに侵攻するなら覚悟が必要。重火器を持たない九州部隊はドローンにやられるかも。ロシアがウクライナで手一杯の今、日本も北方領土を奪還すればいいのに。でも今の日本政府や日本人には無理だろうな。旧ソビエト構成国同士の争いは真実が不明。プーチンは必死で嘘つく。ロシア軍の特殊部隊が開戦当初に失敗したから、今更威嚇効果なんてないよ。チェチェンはロシアに反抗して潰され、チェチェン人はロシアを嫌っています。独裁者やプーチンが転覆する可能性もあります。ウクライナが越境してロシア人に反応があった。もっとモスクワ市民を驚かせたら面白いね。犠牲者が増える前にウクライナに領土を渡しては平行賞。ロシアの一般国民や某モデルさんの心境変化が気になる。NATO を軽視させるための紛争で長引かせる可能性あり。チェチェンは独立を目指してたけど、多くの庶民が殺された。ウクライナに味方して独立を取り戻そう。ベラルーシの大統領が今さら集結しようなんて言い出して呆れたよ。悪ガキが殴られて驚き、モスクワを攻撃して戦争終結を狙うが、防御は大丈夫？ロシアの司令官は特殊部隊を無駄に使って全滅させたらしい。プーチンも同じかも。戦争後も暴れて治安悪化させる傭兵部隊みたいな感じ。自由ロシア軍とウクライナ軍がモスクワへ進撃。ロシア軍を包囲戦列。チェチェン軍アフマート旅団は TikTok 部隊で、嘘の戦果を広め、逃げ足が早い。チェチェン旅団がロシア人とウクライナ軍を駆逐するらしい。ロシア兵の略奪がひどくて笑った。部分、応援してるよ。戦争を終わらせるには NATO 軍の介入が必要。プーチンがチェチェン軍アフマート旅団を投入して、状況がさらに混乱しそうやな。みんなの反応としては、ロシアの軍事行動に対する懸念とウクライナへの支持が多いです。少数意見としては、ロシアの内部問題やチェチェン軍の信頼性に疑問を持つ声もあります。
当チャンネルの意見として、ロシアとウクライナの戦闘は専守防衛の限界を示しており、攻勢を取ることで対等な交渉が可能になることを学びました。ウクライナの戦略は合理的であり、ロシアの劣勢が続けばプーチン政権の内部崩壊も視野に入るでしょう。